こんにちは。経営努力チャンネルの西村です。今日はフォード対フェラーリ経営的にどちらが強いのかという話をしてみたいと思います。お察しのように、あのフォード VS フェラーリという映画を見たからです。私は基本的に映画は映画館で見なくて、家で BS のワウワウで見ています。 それで見たので少しタイミングが遅れてか分かりませんがすごくいい話だったと思います。まあただこれから見る方もいらっしゃると思いますのでネタバレとならないような話をしてみたいと思いますし先ほど言いましたように経営に関する話をしてみたいと思いますので車ファンの方、フォードファンの方、フェラリファンの方あくまで経営の話として聞いていただいたらと思います。また この経営特に会社の競争力を見るときにどのようなもので見たらいいのかなかなか難しいところもありますがそのようなものも含めてこのことを紹介していきたいと思いますそれでは今日もいつものようにスライドで紹介していきましょうではこのフェラリとフォードなんですがまずデータで見ていきましょう生産台数販売台数で見ていきましょうかで フォードはどれぐらい売り上げているかっていうと、これは1965年当時です。あの映画の設定当時の台数で言うと、285万台販売していたと言われています。それに対してフェラリは、まあこれはずっと言われていることなんですが、フェラリは1万台も作らないというふうに言われています。特に2013年には7000台以下にするというふうに彼らは決定しました。 なぜそのようなことを決めたのか、それも合わせて紹介してみたいと思いますので、楽しみにしてください。それで次行きましょう。次は売上ですね。やっぱりね、企業規模を見るには売上ということがあります。で、売上はまずフォードは17兆、すごいですね、格が違いますよね。17兆665億円に対して、フェラリは4550億円となっております。そしてそれに対して純利益。 これは税引き後の純利益ということで最終的に残った利益となってきます。それがフォードの方が4007億円に対してフェラリーが845万ということで意外にフェラリーの方が利益はどんと大きいんじゃないかと思った方いらっしゃいますが、まあ、こういうふうに比べるとそんなに大きくはないということになってきます。そして売上倍数で言いますと,、うん、と37.5倍。 フォードの方が多いということになります。純利益としては4.78倍ということで、まあ、利益になるとだいぶ変わっていきますよね。それでは、会社規模ということで、従業員ではいかがでしょうか従業員ではどんな感じになるでしょうかで、フォードは、まあ、これはあの最近のデータで取っていますが、19万人に対して4164人ということになっております。まあこの人数に対しても桁違いな差が出てるわけなんです。それでは、 この売上とか利益だけ見ると、トータルで見ると変わらない感じがしますが、この一人当たりで見るということも一つ大事なポイントになってきます。これは最近菅総理になりましたが、菅総理が中小企業戦略というものを考えるときに、まあ、懐刀と言われている方がいらっしゃいます。元ゴールドマン・サックス証券のデイビッド・アトキンさんになります。 で、彼は自らも日本の中小企業を経営しておりますが、特に中小企業トータロンということで、結構中小企業に対して厳しい意見を述べていらっしゃいます。それだけではなくて、日本の経済に対しても非常に厳しい意見をもともとおっしゃっていました。私はそこから彼に対して注目していました。そして、特に彼は経済的な もしくは経営的な競争力を見見るるとときに一人当たりで見ることが大切だといいううふうに言っていましただから GDP も日本は3位なんですが一人当たり国民一人当たりの GDP で考えると28位だということを指摘していて日本の経済界から結構意見を言われたということを著書の中でもおっしゃっています。 でも、これはすごく大切なポイントで、私の師匠であります、ランチェスター系の武田洋一も同じように、一人当たりの利益、売上経常利益、または純利益で見ると、本当に公平に見ることができる一つの数値ではないかと言っていますので、ではその観点で、今度はこのフォード対フェラリ、一人当たりではこの利益実際どうだろうかということを見てみましょう。そうすると踊ることがわかります。では、これがその数字です。 1>, 1人当たりの純利益で言いますとフォードが211万に対してなんとフェラリーは2029万円となっております。約10倍の差がついているわけです。だから実際のところの本当の経営のパワーっていうのはどうだろうかっていうこともここで分かってくるわけです。それで企業の実際の経営力経営のパワーを見る一つの目安として時価総額というものがあります。 時価総額っていうのはその会社の株価に対する株式発行部数となってまいります。これはよく企業力を見るために示される数字になります。それではフォード対フェラリ紹介しましょう。最近のデータで見ております。で、それがフェラリの方が360億ドルに対して、ここ日本円でいうと3兆9600億円に対してフォードはなんと 70億ドルということで、ガクンと下がりますよね。で、日本円で言いますと7700億円ということになってまいります。では、これはどれぐらいのレベルかって言います。大体日本のホンダさんと同じぐらいの時価総額になってくるということです。株価でも企業の、まあ、 企業の資本金とか、あるいは従業員から考えると、はるかに超えたものになっているということになってまいります。それに企業の図る大きな目安として、ブランドイメージというのがあります。それでは、この両者、ブランドイメージはどうでしょうか。でフェラーリは、コカ・コール、アップルのいて、世界で最もパワーのあるブランドにということで、非常に突出しているということになります。 フォードはっていうと、皆さんどうですかフォードで思い浮かぶ車ってあるでしょうかで、そのようにブランドっていうことを考えても圧倒的な差がついてるということがここでわかります。経営哲学というものはどうでしょうか経営戦略に近いものです。経営戦略については後でもう少し別に話しますが、それも紹介していきましょう。経営哲学としてすごいのは、フェラリは欲しがる客の数よりも1台少なく作れと言われています。これは商品に対して 飢餓状態を作っていけというのが一つの考え方であるわけですこれは創業者でありましたエンツォフェラリーの哲学でもあるわけですそれではフォードはいかがでしょうかフォードはご存知のない方がいらっしゃいますが元々このような考え方を作ったのはフォードです大量生産大幅値下げと大量生産大量販売と考えていただいても結構です でこれはいいもの安くというふうに取られるかわかりませんがただ当時フォードの賃金は他の自動車会社の倍だったというふうに言われていますですから優秀な従業員を集めることができたというそのような経営哲学を持っていったわけですブラック企業という考え方はありませんでしたおまけにそれを通してフォードアメリカの自動車会社の中で150社中50%以上のシェア市場占有率を取ったという 事実上、名実ともの一位の会社になっていったわけです。そのような大きなこの経営哲学の差もあるわけです。それでは今は経営の、まあ、哲学的な話でしたが、経営の考え的なことでしたが、戦略ではどうなっているでしょうかで。戦略ではフェラリーはある意味では部分強者ということになってきます。これはランチェスター戦略の弱者の戦略ということです。 弱者の戦略というのは狭い分野で市場占有率を1位取りなさいということで弱者の戦略と言っていますがなかなかそういうと分かりづらい方がいらっしゃいますので私は部分強者とか小規模強者というふうに呼んでいますそれに対してフォードはどっちかというと中途半端ということになってきますでフォードは本当はランチェスターの強者の戦略を取る必要があったんですが、まあ、中途半端になっているわけですどういうことかというと 実際にあの映画の1965年当時のフォードの売上台数は285台に対して市場戦率1位シェアの1位のゼネラル・モーターズ GM は525万台売上げていいたととうことです。約倍に近いです。ですからフォードは強者だったかというと総合的な強者だったかというとそうでもなかったということです。 まあどっちかというと中途半端な状況でもあったわけです。まあそれもあってかあのようにフェラリをルマンで抜けという、まあ、そのような指示が出たのかも分かりませんし特にその当時の支配人と言われた、まあ、副社長にあたるような支配人と呼ばれていたリアイア国家はやはりこれから若者に対して車を売っていく必要があるということでルマンでフェラリに戦ったということになるのではないかと思います。それでは 今回このように、フフォーードとフェラーリ、実際に経営の数値的なものを見てどちらが強いのかということを見ていきましたが皆さんはどのような判断をされるでしょうか、まあ、私が感じるところをやはり戦略的に部分強者というそのように自分たちの得意な市場を作ってそしてブランドも作ってるフェラーリが勝ちではないかなというふうに思っております。 ただし、これは冒頭で申し上げましたように、あくまで経営的な話だって、どちらの車がいい悪いという話ではありませんので、その辺は間違いないようにお願いしたいと思います。それでは今日は、フォードとフェラリ、経営ではどちらが強いかという話をしました。で、皆さんは、この話を聞かれて、どのようにお考になったでしょうか。大きな市場でそこそこの市場を取るのと、あるいは小さな市場、 そこで圧倒的なシェアを誇ってブランドを作っていくのかどちらがいいでしょうかまあ経営ですからどちらを狙っていただいても構いませんがただ言えることは実際の利益ブランド力時価総額ということを考えて市場からの評価あるいは投資家からの評価と見ると圧倒的にフェラリが高かったというところですそれは彼らの取ってる部分強者 バランチェッサーで言うと弱者の戦略ということなんですが弱者という言葉は嫌いな方いらっしゃるんで小規模強者とか部分強者というふうに表現しますそれを取ったフェラリーの方が勝ちだったとも言えるわけですで今回はフェラリーという形で話しましたがこの動画を見るといやいくらうちは中小企業で小さな市場だけどフェラリーにはなれないという方いらっしゃると思います当然です 経営戦略っていうのは置かれた状況や持っているものによっても変わってくるわけです。ただ言えることは必ずしも大資本、大きな会社が勝てるかというとそうでもないわけです。または大きな会社とあえて戦う必要もないわけです。自分たちの勝てる市場を選んでいく。それも戦略です。そのようなことを、そのようなことをこのビデオから感じ取っていただいたら幸いです。それでは、 今日も皆さんのご視聴を心より感謝申し上げますで。このように経営戦略に関すること特に中小企業や小さな会社やお店がどのように市場で勝てばいいのかその中でどのように売上を上げていけばいいのかという売上アップ戦略について紹介してまいりますのでまた続けてご覧になってみてください続けてご覧になっていただきますと この戦略的発想っていうのがだんだん身についてきたり、そのような考え方ができて、アイデアやヒントが出てくるということになります。そのようなものを見つけて、それをもとに経営することによって、より競争力のある会社を作ることができるわけです。そのような観点でも続けてまたぜひご覧になってみてください。そして続けてご覧になっていただく上で、このチャンネル登録をしていただきますと、皆さんの方から見ると、こちら側。 右側の下の方に赤いボタンがあります。チャンネル登録というボタンがありますので、それをクリックしていただきますと、皆さんの YouTube のホーム画面の方にこの動画が出てまいりますので、見たい時に見れるようになりますので、そのような形でぜひご覧になってみてください。チャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録をしてみてください。またこのところもいろんな方がチャンネル登録をしていただいていることを本当に感謝しております。 それではまた質問とかコメントのある方はコメント欄とかあるいは概要欄に LINE 公式アカウントを貼っておりますのでそちらからご連絡いただけたらと思います。それでは今日の皆さんのご視聴を心より感謝申し上げます。どうもありがとうございました。